こんにちは、ブルーホースです。今日も質問に答えながらバイオハザードビレッジを実況プレイやっていきたいと思います。こっちで合ってるね。はい、ということでね、ちょっと船の操作を始めてから早速やっていきたいと思います。まず一つ目のご質問が、こっちで合ってるね。じゃあ読んでいきます。はい、休みの日や仕事が終わった後についついゲームをやりすぎてしまうことがあります。ゲームが終わった後には罪悪感を込み上げてきます。ゲームをしないで読書など自己投資の時間に充てられるようにするためにはどうしたらいいですか？ですね。はい、ご質問いただいてまたありがとうございます。まずね、ゲームをやることについてなぜ罪悪感を覚えるのかっていうところがポイントで、結論言うと罪悪感を覚える必要って全然ないと思います。てか罪悪感を覚えるところか、むしろゲームをやる時間ってストレス発散だったりとか、それから能力、脳みその脳を鍛える意味でも非常に有効だっていうことがね、もう分かっているので、科学的にもっていうことを考えると、全然ね、ゲームやりすぎてもうダメだわ自分っていう風に嘆く必要がないっていうことがまず一つなんですよ。はい、なのでゲームはね、別にリフレッシュとか、例えばね、休みの日の半分ゲームでしたとかっていう風にやりすぎてしまうのは、別に体力的にも疲れてしまうんで、やりすぎはしないで、ほどほどにした方がいいですよっていうところなんですけど、基本的にはそのゲームって本当に頭を活性化してくれるということが分かっているので、やっていいと思いますけどね、と思います。で、一番やっちゃいけないのが、そのゲームをやることやらないことっていうのよりも、それよりもやったことに関して罪悪感を覚えることですね。罪悪感を覚えてしまうことによって、さらにストレスっていうのが、精神的負担がかかってしまって、ますます自分は例えばダメなやつなんだとか、なんか有意義な時間を過ごすこともできないんだっていう風に思ってしまって、それがストレスになって、どんどん行動力ができなくなったりとか、またそのゲームをやる時間がむしろ長くなってしまったりとか、あるいはゲームをやること以上に楽なこと、スマホを見るとかテレビを見るとか、ただただ横になってダラダラ過ごすとかねっていうような状況になってしまうんで、そうならないためにもゲームをやるっていうのは、時間を区切ってね、やるとかっていうのは十分ありなんじゃないかなっていうふうに思います。で、ゲームを、一つやりすぎてしまうっていうような話が出てきているんで、どうしたらいいかっていうと、もうゲームを、これだけの時間を自分はやるんだっていうこと、その1時間っていうふうに時間を決めてやるっていうよりは、ゲームをやり始めたら自分はこのくらいの時間をかけてしまうんだなっていうのをあらかじめ決めておくっていうのが大事になりますね。だからもう2時間ゲームに費やしてしまうんだっていうのが分かってるんだったら、もう2時間っていう時間をゲームのためにわざと確保してあげるっていうことが大事なんですよ。はい。で、そのゲームをする時間2時間たっぷり遊んだら、そこから読書しようとか、体を動かそうとか、専門の、ね、資格の勉強しようとかっていうふうに切り替えて、そういう部分が大事だと思うんですよね。だから期限とか、そのどのくらいやるかっていう量を決めずに、ただただだらだらやるっていうことが問題だっていう話なので、このくらい自分はやるんだっていうことを、あらかじめそのスケジュールの中に組み込んでしまったとしたら全然問題ないっていうところですね。で、あと罪悪感覚えなくていいですよっていうのは、ゲームをやるとその脳が活性化するっていうのが、研究で分かったりしてるんですよ。で、どんなことかっていうと、例えばパズルゲームとか、それから今僕がやってるようなね、バイオハザードみたいな、その瞬間的なアクションを求められるゲーム、しかも戦略的に敵を戦っていかなくちゃいけないようなゲームなんかっていうのは、非常に脳の活性化にいいっていうふうに言われてるんですね。だからゲームを全くやらないことよりも、こういったそのアクション性の高いゲームだったりとか、それからパズルゲームみたいなものをやっていくことの方が、勉強のその成績が良かったりとかっていう結果も出たりしてるんですよ。今思えば、僕自身も、小学校の頃なんかは、本当に家に帰ってきてから、そのご飯を食べるまで、家に帰ってきたような小学生だったんですけど、それでも、小学校高学年から中学校3年生までは、高学年でも上位
とかトップとかね、取ったりとかしてたので、学校の勉強なんかではね。なので、勉強してるから、ゲームをやりすぎてるから勉強が一切できなくなるとかっていうのは、それはもう全然紐づかないっていうことが分かってますから、罪悪感を覚える必要もなければ、ゲームを やりすぎてるから成績が悪いとかっていうのは、まあ、ある種言い訳になってしまうので、それも、まあ、聞かなくなりますっていうところですね。はい、なので、まあ、ゲームは、まあ、どのくらいの時間を自分が毎日毎日その費やしているのかっていうことを織り込んでスケジュールを立てるっていうことが大事なので、まあ、ゲームをね、やるのを上で罪悪感を覚える必要っていうのはないんですけど、やることでむしろ脳を活性化していって賢くなるチャンスだというふうに思って取り組んでもらえたらいいかなというふうに思いますね。はい、だからゲームに限らず、なんかそのダラダラ過ごすしてとか、なんか普段自分はこれをやろうと思ってたんだっていうスケジュールに対してなんかうまくいかなかったことなんかっていうのがあったときに、その罪悪感を覚える人って結構多いんですよ。例えばその、まあ、ちょっと女性の方みたいなですね、AV をなんか男の人とかだったら見すぎて、なんかね、音がするから胸下だけが残ったみたいなね、っていうようなことがあったりするんですけど、まあ、それ罪悪感を覚えることっていうことが大事で、それをやること自体は何の問題もないんですよ。でむしろAV で、まあ、男性だったらことをなすこととか、女性でもことをなすことなんかっていうのをやった方が血流が良くなったりとか、脳が活性化したりとかっていう話もありますし、まあ、それから男性らしさ、女性らしさのホルモンが出やすくなったり、ゲームをやったら能力が活性化されて、賢くなるチャンスが生まれると、まあ、賢くなるきっかけが作れるというので、I don't give a damn about your personal issues. I just want to fix my daughter. はい。So do I. ということでね、続きまして、あ、今回シンプルですね。筋トレを習慣しようと何度も何度もチャレンジしてきたのですが、なかなか長続きしません。どうしたらいいでしょうかというところですね。はい。まあ筋トレに限らずね、習慣化、いろんなことをするっていうのは、まあ、大変だったりするんですけど、まず、順序を持っていく必要があって、一つ目は、何のためにそれを習慣化したいのかっていう、目的なりゴールなりっていうのをしっかりと決める必要があるっていうところですね。それから、さらに、その、やる、何をやって、そのゴールに向かって習慣化させたいのか、毎日それを取り組みたいのかっていうことを決めると。で、その上で何をやるのか、まあ、第三段階ですね。何をやるのかっていうことをやるんだっていう、その習慣化したいことを、テクニックを使って、続けるっていうことをまあやっていくのが大事になってきますね。はい。だからまずは、第一ステップ、何のためにそれを習慣化したいんですか。例えば、まあ、体を変えるためとかね。まあ、例えば筋トレっていうのを話をしていくと、体を鍛えるため、体を鍛えるためじゃない、こちら手段だね。体を鍛えるためになってて、まあ、逆三角形の体を作って、美女をナンパできるような状態でビーチに行くとかね。それから、まあ、体つきを変えることで自分に自信を持ちたいとかっていろいろ目的があるんですよ。で、そのために果たして筋トレっていうのが必要なのかどうかっていう話ですよね。例えば、まあ、結局美女って何になるかっていうと、その、あ、ごめんなさい、これもし女性だったら男性だと思って考えてもらいたいんですけど、まあ、美男美女の人たちが一体何になびくかっていうと、あなたのその魅惑的な体に惹かれることもあるでしょう。しかし体じゃなくって性格でモテるかもしれないし、あるいは、お金、財力ですよね、まあ、お金目当てで来る、まあ、男女どうなんだっていう考え方もあるかもしれないんですけど、まあ、そこで来る可能性もあるわけですね。ってことはモテるために果たして体を鍛えることが正解なのかっていうことを考えたときに、それが自分の中ではそれ正解じゃないよねって思ったら筋トレをするっていうのは誤ったプロセスになってしまうわけですよ。っていうことを考えたら、筋トレを習慣化しようって思ったとしても、本来の筋トレを習慣化することによってなされる目的とかずれてしまうっていうところで、それは当然習慣化されませんよねっていう話です。だから目的が一体何なのかっていうのをしっかりと決めていくっていうことがまあ非常に大事になってくるので、あなたがなぜ筋トレをしたいのかっていうことをしっかりと考えていきましょうというところがまず第一ポイントにいきます。
で、それから、二つ目のポイントとしては、じゃあ、例えば、あなたがモテたいですとか、それから、まあ、自分に自信が持ちたいですっていう、そのゴールが決まりましたと、目的が決まりましたというときに、じゃあ、それをモテるようになるためとか、自分に自信が持てるようになるためっていうのを考えたときに、果たして、筋トレを習慣化することが正解なのかっていうことをまず自問してみてください。で、そうじゃないなってなったときに、筋トレをすることがそのゴールじゃないのに筋トレを習慣化しようとしてもいざ目的に向かって走り始めた時にペースが合わなかったりとか中身が合わなかったりとかしてあこれじゃないなって思って手がつかなくなっていってしまうんですよ。モテようと思ってもしかしたらその自分が筋トレをすることよりも稼ぐことの方が可能性があるんじゃないかとか、それから中身を、まあ、磨いて誠実性高めていくとかの方が実は可能性があるんじゃないかって思ったら実は筋トレって正しいプロセスじゃなくなるんで仕切り直しっていう風になってしまうってことですね。プロセスが間違ってますよっていう話になっちゃうというところなんですね。なんとなく意味わかりますよねというところなんで、じゃあゴールを決めて、でその上でたどりたいプロセスっていうのを決めて、それが果たして、両方ともマッチしているのかっていうことを考える必要性っていうのがありますねっていうことですね。それがまあそのどっちかがずれてる時点でまず間違っている、まあ、あなたが習慣化したいことはまあ叶わないと思うのかなと思います。で冷静に考えて、例えばあなたがマラソンを走りますってなった時にプロセスは正しいと、走ってるコースは合ってるんだけどでもたどり着くべきゴールっていうのが決まってませんという時にいつまで経ってもゴールたどり着けないわけじゃないですか。そしたらただただ体力が削れていくだけでしんどい思いをして、なんか気づいたらもう倒れる寸前のところまで行ってあなたはどこにもたどり着きませんでしたってなってしまったらもう意味がないっていう話ですよね。で逆にゴールは決まってますと、あめっちゃあれだな、ゴールは決まってます。ごめんなさい、ちょっと叫んじゃいました。失礼する。そうゴールは決まってますと、42.195 キロを走った先、私はここにたどり着きたいんだっていうのを決めたにもかかわらず走るコースを間違えていて、いつまで経ってもゴールにたどり着けないっていうようなケースがあった場合どうかっていうことですよね。Surprise me anymore. そうっていうこともありえるので、だからゴールとプロセスっていうのはしっかりと正しい道を歩んでいくことが大事ですねっていうことがここで言えるわけなんですよね。でその上でじゃあプロセスも正しいっていうのが分かりました、ゴールも正しいっていうのが分かりました、じゃあその上でどういったプロセスを歩んでいくのが自分にとって正しいのか、どういうことをそのじゃあ42.195 キロのマラソンを走ります、でこのコースを走って、ここにたどり着きますっていうのが分かったときに、じゃあその 42.195 キロ完走しきるためにどうやって体力を身につけていくかとか、どうやってフォームを身につけていくか、ここが習慣化っていうところのお話につながってくるわけなんですよね。で、まあ、ちょっと遠回りをしたんですが、習慣化のお話をどうしていくかというところにつなげていくと、習慣化をするためにはテクニックっていうのがいろいろと必要になってきます。でどんなテクニックを使うのかっていうのは人それぞれになるんですけれども、本当に何十種類っていうねテクニックがありますんで、自分が合うなっていうテクニックを選んでもらえたらいいです。で僕の場合だったら一番自分に合うなって思うテクニックっていうのは20秒ルールっていうもので、人間ってその自分が何か物事を始める際にスタートするのかやめてしまうのかっていうので、20秒っていうのが一つそのポイントになってくるんですよね。20秒以上時間がかかってしまうともうそれ以上やらなくなってしまいますし、反対に20秒以内でことをなすことができるんだったらもうそれをスタートするというのが人間なんです。人間なんですよ。だから僕がジムに通っている、僕がジムに通っていた頃なんかっていうのは
次の日朝起きた時にすぐにジムに行くことができるように、その準備として服、その時のトレーニングで着ていく服なんかっていうのも枕元に置いていたんです、置いてたんですね。で朝起きて、起きたらもうすぐその服に着替えて臨戦態勢作ってご飯食べていくみたいなね。あと当時は嫁さんがまだ働いてましたんで、今育休中なんですけど、嫁さんが働いてたんで、奥さんがその土日も仕事をする、職業についてたんで、嫁さんを見送った後に一緒に出かけて、ジムにそのまま行くっていうのが習慣だったりしたんですよね。で、あと、それからですね、なんだ、そう。あとは、イフゼンプランニングっていうのが、一番強烈な習慣化のテクニックだったりしますね。これ何かっていうと、もし何々するなら、こういうことをするっていう、習慣化したいことがあるのであれば、それを、するために、その前の行動と紐付けちゃおうみたいなね。だから、朝すっきり起きるために、僕が自身がやってたことを言うと、朝すっきり起きるためにまず朝起きたら家にあるカーテンを全部開けるっていうのを一人暮らしでやった時をしたんですね。で家の、ついついその二度寝をしてしまうんですよ、どうしても。特に寒い時期なんかっていうのは寒さにすごい弱い人間なんで、ついつい二度寝をしてしまうタイプなんですよね。なので二度寝をしないようにするために無理やりそのベッドから起きて体を動かさなくちゃいけないという時に、やっぱりね、立ち上がって体を動かすっていうのがすごい大事になるんですよ。ってなった時に、カーテンを開けるっていうことは、ベッドに寝たままだったらできない行為なんですね。だから、起きる、体を起こして、置くことによって、体を無理やり動かして、脳を目覚めさせて、で、そのまま朝の行動をいろいろと取り始める。朝ごはん食べたりとか、歯磨いたりとか、読書したりとか、筋トレ始めたりとかって、いろんなことをね、始めるきっかけをカーテンを開けることによってやったっていう、そんな感じですね。あとは、人間って、自分がどのくらい成長したかっていうのが、見れるっていうのがすごい大事になってきたりするんですよ。だから、習慣化したいことをノートに取るっていうのはすごく大事だったりしますね。例えば筋トレをします。で筋トレをするにおいて自分が毎日何をやってきたかっていうのを記録を取ると、腕立て伏せとかスクワットとか背筋とかそういうのをやっていく中で、そういうのをやっていく中でですね、例えば今日は腕立てが10回できましたと。で今日やってみたら、昨日は腕立てが10回できました、今日は腕立てが11回できましたとかっていう風に自分の成長過程が見れていくと、あ、昨日これだけ頑張ってたんだから今日はこれだけ頑張ってみようっていう風にもうちょっとっていう心が人間に生まれるんですね。でもうちょっとっていうのが生まれていくと、それがだんだん自分 の育っていくプロセスっていうのが見えて楽しくなってくるので、また明日もやってみよう、明後日もやってみようみたいな風に連続してねできるようになるんですよ。そういう風に続けるためのきっかけを作るっていうのが非常に大事だったりしますんで、そういう意味でノートを取るっていうのはすごい大事にしてもらえたらいいんじゃないかなっていう風に思ったりします。はい。でそれからですね、あとは何だろうな、どんなことしたらいいのか。痛い。あとな、どんなことしたらいいのかな。ちょっと待ってね、どんなことがあったのかがね、さっぱりちょっと思い出せなくなっちゃった。そんなところじゃないですかね。ということでね、もう間もなく、ちょっと終わりが近づいてきましたので、次のいいところで終わりにしたいと思いますが、なかなか終わりがね、見えてて、よいしょ、すごいね、引き手を差し出して、俺の腕かっこいいだろう。人がいますけど、そんなことはどうでもいい。はい。あ
と、まあ、僕がそうですね、習慣化してるのは、その自分の成長を、まあ、昨日より今日というふうに続けるっていうのを、まあ、非常に、まあ、意識してやっているっていうところですね。で、まあ、これちょっと進むとあれなんで、ちょっともう一旦もうセーブしてね、今回のパート終わりたいと思います。そうだな。だから、まあ、筋トレを習慣化したいっていうことであれば、その成長記録をつける、まあ、20秒ルールで筋トレを始めるような環境、すぐできるような環境を整えてあげる、一線プランニング、例えば朝起きたら、布団の横でスクワット10回やるとかいうふうに、まあ、そんな風に決めてしまうのが、まずは、基地だというふうにですね。はい。というところなので、まあ、習慣からテクニックに関しては僕の動画でもいろいろ上げてますし、まあ、一番おすすめなのはやっぱりメンタリストの DAIGO さんのね、動画とか本を読むっていうところだと思いますんで、ぜひそんな風にしてもらえたらいいんじゃないかなという風に思います。ということで本日の動画は以上でございます。また次回お会いしましょう。バイバイ。